はい。えっ、ー、と、ビヒルビル法則、マコネーの M キャストです。そう。今はね、ね、もうあの帰ってきてからずいぶん経って、今日は、えっ、ー、と、昼ご飯ももう11時半ぐらいには食べて、そう、今日もね、いただいたナッパがいっぱいあったので、もう、あの気を許すとゲップが出るぐらい、<laughs> お腹いっぱい。でも、その後どうしてもちょっと甘いの食べたかったので、ちょっとコンビニに行って、えっ、ー、と、甘いパンを物色して食べちゃいました。うん。 まあ、今日ね、朝体重測った時に、102キロ、ちょうどジャストで、まあ、16時間断食始めて、まあ、今日が一番低い体重だったんですけども、まあ、体重脂肪率を計算してみると、まあまあまあ、そんなにあの極端に折ってるわけじゃなく、<laughs> まあね、あのたまたまあの、うん、と体重計乗る前にちょっとね、長くトイレにこじ閉じこもってたので、まあ、その分が折っただけかなみたいな感じでした。 まあ今日はね、どんなお話をしようかなと思ってたんですけども、うん。あの、再三言ってる、ね、メイクの話をしようと思ったんですが、そう。今日はですね、あの、ちょっと私の顔の悩みを。<laughs> あのね、うんと、昨日だったかな、あの、昨日、おととい、おととい、一昨日まあ、休みの、前回の休みの時に、まあ、朝からちょっと待ちなかった、 じゃなくて郊を、郊外をうろうろしながら、あのー、広報用の、うん、と動画を撮ったんですよ。うん。あの、ヒルビル放送局も、あの、うんと、まあ、ショートムービーに、あの、えっ、ー、と、ポッドキャストの宣伝を入れて、えっ、ー、と、本編のね、ポッドキャストに誘導するみたいな感じを作ってみたいなと。うん で、まあ、あのー、やれることはやってみようっていうふうなアイデアはどんどん取り入れてみようっていうふうなスタイルでいきたいなと思ったんだけど、あのー、まあ、撮ってみたところね、なんかね、すごい顔が疲れてるの。うん。そう。あのー、それなりにね、ここ、 最近、スキンケアにすごい、あの、時間かけすご、すごくはないけど、それなりに時間かけてて、あの、肌の調子はすごくいいんだけど、あの、目元のね、クマがあったり、あの、今までなかったようなシワがあったり、まあ、そんなことがあって、いや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 、なんか急に、急にね、私自分で映像見ながら、 急に5歳ぐらい老けたんじゃないですかみたいな感じがして。まあ、そのね、あの動画があんまりショックだったので。まあ、そのやつは、まあ、ほぼお蔵入り。<laughs> そう。で、まあ、目元のクマがもう本当腫れぼったく目も、目の下のとか腫れぼったくなってて。まあ、映像はそうだしね。ほんとほんと。あとね、私ね、姿勢が悪い。 うん、顎を引いて、胸を張って立ってない。そうだから、本当ね、あのー、正面から、まあ私、ほら自分であの自画撮りしてるときはまあ大体正面ですけど、でも正面から見てるとあんまり気づかないんだけど、なあのう横から見ると本当姿勢が悪い。そうあの首がちょっと前に出て、本当猫背で、本当ね、格好悪いの、立ち姿勢が。うん それを、まあ、自分でどう、自分で撮った動画を見ながら、まあ、あんまりショックでさ、そう、もう顔がね、吹けて見えてるのもショックだし、あの、えっと、立ち姿がすっごいもう本当に汚いのもショックだったんで、まあ、ね、なんとか、あの、胸張って、顎引いて、あの、スラッと立ってるさ、綺麗な女の子になりたいなと思って、まあ、さてどうしたもんか。 で、まあ、老け顔っていうか、あの、加齢によって老けたってんだったら、まあ、まあまあまあ、あの、知らん、どうしようもないじゃどうしようもないんですけども、なんかあの、うんと、今回は、なんか寝不足っぽいんですよね。そう。うん。まあ、それで、あの、寝不足っぽいってのは、その目の下のクマのところが、なんかね、青、青っぽい、 赤っぽい、黒っぽい、茶色っぽいだったかな。4種類ぐらいあって、まあ、それによって、その、色によって、あの、その、現状の症状がわかるらしいんだけど、私はね、どことなく青っぽいんですよ。で、青っぽいのはどうかっていうと、やっぱ寝不足なんですって。疲れとか。うん。だから、結局、あのー、 あの、なるべく早く寝ようっていう気持ちはあるけど、なんだかんだ、あの、YouTube 編集してたりとか、あの、そんなことを知るうちにどん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 時間が経って、えっと、まあ、遅くなっちゃうとか。そう。それが、あの、うんと、まあ、過剰の、過剰なストレスになってるのかどうかってったらちょっとわかんないんですけど、まだ、あの、この YouTube チャンネルのポッドキャスト始めて2週間、3週間ぐらいなので、まあね、あの、 日常のリズムに落としてきれてないんですよ。そう。あの、頑張ってはいるけども、あの、まだ、あの、お客様状態で、あの、普段の、あの、ご飯食べたりとか、おトイレ行くみたいな感じのノリではできてないんですよね。まあ、本当に、あの、本当、本物っていうのはやっぱり、あの、その、日常の中に落とし込めるぐらいのところまでいかないとで、ダメだと思うんですよね。まあ、写真にしても、あの、 別に写真撮ろうと思ってなくても、あの、カメラ持っていくとか、あの、カメラ構えてしまうとか。まあ、私が一番撮った時は、こんな感じですね。肩にカメラをかす、か、カメラを、あの、肩にかけてても、自分でカメラがどこ行ったかわかんなくて、カメラどこって、え、どうした泣きしちゃったっていうような感じ。まあ、だから、あの、メガネかけてて、頭にかけて、頭にしてて、メガネがどこ行ったかわかんなくなるのと、まあ、同じようなもんですっけ。 うんまあ、それくらいあの写真が日常になって初めてあの、ね、あの力が入らずいろんな写真と向かい合えられるんですけども、まあ、同じように YouTube も力が入りながらやってるうちはまだまだね偽物も偽物そう私のあのポッドキャストは本当まだまだスタートしたばっかりなので うん。あの、これから徐々に、徐々にいいものに作っていきたいと思ってます。そう。まあ、そんな中でね、やっぱその、顎を引いて、まあ、去年お仕事中にやってたんだけど、顎を引いて、あの、胸を張ると、やっぱり、あの、うん、とお腹が、まあ、振って持ち上がりますよ。そう。まあ、やっぱね、多分、筋肉が、あの、上半身というか、あの、背中の筋肉とかが少ないから、 あの姿勢を維持できないんじゃないかなと思ってるんです。うん、なので、まああの、ちょっとね、あの姿勢を良くする、あの、目元目元の腫れポったいのを、あの、ケアする方法とか考えながら、勉強しながら、ちょっと、あの、今月じゃないや、あの、今月からあの4月にかけて、えっと、自分の体のケアをもうちょっと、しっかりやっていこうと思ってます。 うん。で、まあ、そのケアをどういうふうにやってるかっていうのは、またね、あの、実際に、あの、うんと、そのお手本にしたホームページを見ながら、皆さんにシェアしていきたいと思ってます。はい。なんかね、あの、本当本当わ分かった。本当はね、あの、分かった。私ね、あの、大体いいね、あの、ぷくぷく太ってる時、太ってたので、なんかあの、顔の衰えとか、 は、本当今までね、全然感じたこともなかったんだけど、そう、なんか急に最近思うんですよね。うん。そう。だから、なんだろうな、あの、そう、顔にすごくお金かけて若々しく、若い、若いままでいたいっていう気持ち、本当よくわかる。うん。やっとわかるようになった。 <laughs> と言っても、だからって、あの、私、あの、うんと、整形にお金かけられるわけでもないし、あの、私が、私はね、私が使っている、あの、化粧品、お化粧品は、まあ、あの、私、絶対的な、あの、うんと、信頼してるブランドなので、まあ、あの、スキンケア用品とかに全然不安とか不満はないんだけど、でも、あの、うん、と食べるものとか、 自分の健康管理はほんとボロボロだったので、まあね、その、うん、と昔良くない私の、の、あの、のが今出てきてるんだろうなと思って、これからね、まあ食べるものも寝る時間も入浴ももっともっとしっかり気をつけて良くなっていってくれるだろうなっていうふうに思ってます。いや、むしろそうしていきたいんですよね。そう。だから、あの、うんと、健康的で、あの、 健康的で、毎日笑顔で、そう、あの、誰からも好かれるような私になるっていうふうに決めてるんですもん。うん。そう。そうしないと私寂しすぎる。<laughs> そう。うん。まあ、そんなわけでですね、まあ今日一発目から、もうほんと、顎を引いて、胸を張って、胸を張って、もうしっかり立てる自分になるっていうことを皆さんに宣言したんですけども、 さあ今日のテーマは何を喋っていこうかっていうのは、まだ実は何も考えてない <laughs>。そうそうそう。何も考えてないんです。うん、まあ、このノリで、あの、ずっとあの、喋りたい喋りたいって言ってたメイクの話をしようかなと思ってます。はい。で、えー、っとねうんと、私基本的に、あの、普段すっぴんです。はい。うん。あの、まあ、サービス業をしてた ともあって、まあ、飲食店のサービス業とかしてた頃は、あの毎日メイクしてましたけども、えっ、ー、と、基本的にはすっぴんです。で、あの、なんかね、パーティーとか、あの、ちょっとフォーマルなところとかメイクしたりするし、まあ、デートだっても、私はあんまりね、あの、うん、と自分が好きな人とかいないので、 あの、相手から好きになってほしい人なんですよね。だから、まあ、あの、私のすっぴんも含めて、普段のすっぴん、普段の良くないところも含めて好きになってくれる人としか、あの、恋愛しないので、まあ、そうなると、もう好きになってくれた段階でもう私全部さらけ出してる状態ですよ。そう、だからまあ、あの、あの、彼氏とか好きな人の前で必ずメイクしてるってこともないですね。 うん、ただ、まあ、あの、一緒にいて、あの、彼が恥ずかしくない程度のことはしてますけど、私、私自体は全然、チャランポただ、最近、あの、まあ、休みの日にメイクして、あの、ふらふらと街中出て写真撮ったりすることが、まあ、ここ2週間ぐらい続いたんですけども、まあ、そう言ってる中で、本当にあの、うんと、まあ、久しぶりにメイクしました。うん。久しぶりにメイクしたんだけど、 あのー、なんて言うんだろう。うんと、なんだろうな。ちょっと前までね、あの、本当、なんかなんだろう。なんでメイクするんだろうぐらい思ってたんです。うん。そう、みんなね。 そう本当、朝起きて時間がない中あの、パパってメイクして、えっと、仕事行きます。そう。メイクしなきゃいけないっていう会社のルールでもあるんですかってぐらい、私は本当に違和感を感じてて、うん。あの、そ女性らしいとか、女性のその、あの、魅力っていうのは、本当、なんか、メイクじゃないでしょみたいな。 感じをずっっと思ってたんですだからあの、全然すっぴんで、あの、お仕事行っても、まあ、問題ないと思うし、むしろ、あの、うんと、なんだろう、ね、すごい薄いお化粧の方もいらっしゃるじゃないですか。うん。なんかね、あの、女性のアイデンティメイクをするしないもそうだし、メイ 自体はもう、まあ、あの個人のね、アイデンティティの表現の一つなんだろうなっていうふうに、まあ、思ってはいても、なんかその表現ちょっとおかしくないのかななんて思ってたんです。そう。そうなんだけど、最近ね、私もちょっと変わってきて、なんかね、まあ、ずっと SNS 立ちして、あのー、あんまり外に出ないのが続いてたから、だからかもしれないけど、うんと、 私にとってのメイクって、あのね、セイント・セイヤのね、仮面みたいなものなの。<laughs> そう、シャイナさんとかマリーさんがつけてるお面みたいな感じな気がする。うん、というかあの、自信が持てない自分を隠すっていう、うん、自,分自信がない自分を隠すための,あのお面だったりとか、もしくは、あのうん、と過剰に 自信がないけど自信がないけどその勇気を持つために自分の自信をふ自信を奮い立たせるためにあのメイクをするっていうようなのがまあ私の中のメイクなのかなっていうふうに最近思ってるんですようんまあなんで急にそういうふうに思うようになったかってまあ理由はわかんないんですけどなんかねあのー、あのー、まあもちろんねメイクしてから時間経ったてば私も崩れてきますけどあのー、うんっと なんか、メイクした時の自分の顔を見てると、なんか、すごく嬉しいんです。<laughs> そう。あの、綺麗になって嬉しいっていうか、なんか、自信に満ち溢れてるって感じそう。あ、こあの、今日は何でもできるみたいな。そう。逆に、あの、すっぴんで、なんか、はあ、今日もやって終わったみたいな疲れた顔してるときは、まあ、あの、すっぴんの時は、なんか、あの、や見たい。 本当に会いたい私じゃないっていう、うん、感じなんですよ。そう。ただね、あの、私もね、週一回、集中的にスキンケアする日があるんですけど、まあ、スキンケアしてバッチリ、もう今日もこのままもう、もう本当ね、寝ればいいみたいなぐらい、もう肌カテカテカっていうか、もう本当綺麗な時は、本当、全然あの、メイクいらない、スっぴンの方が私は綺麗なんだって、ほんそれはそれで自信持てるんだけど、 でもあの、外に出るって時は、なんかね、やっぱ、メイクって、自分を隠すわけではなく、自分のあの、パワーを増幅させてくれる、エネルギーコアみたいな気がしてますね。うん、最近特に。そう。そう思うと、やっぱり世の女性もやっぱり同じような感覚の人もいるのかなって思ってます。うん。だから今まで思ってたのは、私があの、メイクに対する、 あの変形だったのかななんていうのが正直なところでまあそれにしてもねあのやっぱりねあの朝起きて仕事をい本当あの日常的に、ね、朝起きて仕事行く人たちがまああのうんとなもう毎日毎日メイクするっていうのはなんか本当にあに肌に負担も大きいだろうしあのメイクしたらね体にいいわけないですからねそう。うん そういう意味じゃ、なんか、本当、一生懸命、綺麗っていう、綺麗というか、自分にあの仮面をつけて、自分の体調をどん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 悪い方に持っていってるっていうような印象が、まあま、あ今でもありますよ、うん。だから今でも私は本当、えっと 街に出て、あの、写真を撮ったりとか、まあ、市役所に行ったりとか、まあ、私、本当市役所もね、本当公共な施設のところに行くと大嫌いなんですけども、まあ、そうやってね、自分を奮い立せたなきゃいけない時しかメイクはしないです。うん、今もね。うん。だから、まあ、今もすっぴんだし、でいて、あの、すっぴんでも全然普通に、あの、動画撮ってますしね。<laughs> だって、あの、うんと、 あの、ポッドキャストで、あの、表現したいのは、あの、別に、あの、メイクした、メイクした、あの、うんと、自信もりもり、あの、パワー全開の私じゃなくて、あの、本来の弱いところもある、弱いところも、可愛いところも、えっと、情けないところも、どうしようもないところも、みんなさらけ出した私を表現したいので、そう、まあ、別にそれにメイクはしなくていいと、と思っています。うん。まあ、それでもね、えっと、なんだろう。 うんとやっぱりね、あの、プロフィール写真とか撮るときはなんかメイクしたくなるんだけど、まあ、あの、うん、とそこはね、フォトグラファーなんで、まあ、白飛びしたりとか、白黒にしてみたりして、まあ、ごまかしてると。<laughs> そうそう。うん。まあ、それが本当のところなんですよ。うん。でね、やっぱね、私はまあ、小さい頃から、まあ、ずっと女の子として生きてるわけ。 じゃあないじゃないですか。まあ、あの、うんと、高校卒業して、まあ、でも小さい頃からも私はもうストップひばりくんみたいな、あの、男の子だけで女の子として生きたいと思ってたし、うんと、なんだろう、うんと、なんだっけ、ぱっと思い出せないぞ、どうした今日は誠。そう、あの、リボの騎士のね、サファイア王子みたいに、うんと、自分の生徒は別な生き方ができると思ってたしね。 うんまあ、だからこそ、高校卒業してから、まあ、高校卒業してしばらく経って、なかなか自分が表現できなかったけど、ずっとその思いはあった。うん。で、まあ自分、今は、あの、まああの、自分で自分を表現できるし、あの、自分の性別も自分で決められる。うん。まあそれに、自分で、自分の性別を自分で決めた結果、まあ、いろんなリスクはありますけどね。いろんなリスクはあるけども、まああの、うんと、 まあ、嫌なこともいっぱいありますよ。うん。あの、日本、差別だらけですから。<laughs> あの、えっとね、えっと、差別が少ない国かもしれない。でも、まあ、一般的に言う、世界で言うとこの、あの、肌の色の差別とかは、まあ、少ないかもしれないけど、なんだろう、うんと、性に関する差別は結構ありますよ。<laughs> そう。 あのまあ、少なくなったっちゃ少なくなったかもしれないんですけどもまああのえっと私のことを調べ上げてあのコメントとかで「あのあだこれお前、ね、親父のくせにどうのこのキモいんだよ」とか言って書かれることもあるしそう本当ねまあ男性も女性もあると思うんですけど他人の容姿を攻撃するのは本当邪道ですっけ うん、私、本当そう思う。相手があの美人だろうが、美人じゃなかろうが、あの、なんだろう。その人の人間性を尊重してほしいですよね。うん、そこに、その人の人間性に性別は関係ないと思うんです。そう。だから、私が男だろうが、女だろうが、クイアだろうが、あの、誰だろうが、私は私なので、あの、まあ、そこはね、人間側のこととして、あの、 接してもらいたいなっていうのは本当のところなんだけど、まあネット上ではね、本当相手のあの付け込む隙をもつついてくるどうしようもない人たちたくさんいらっしゃるので、そう、まあ特に特に私はあの本当本当ね、あの、うんとかかりたくないなって思ってるのは TikTok ですね。<laughs> TikTok とあの Twitter もなかなかですね、うん。そう。なんであの、うんと、 他人をそんなに簡単にけなすことができるんだろうと。そう。あの、本当に思うことは多々あります。うん。まあ、TikTok も、かなり前は楽しかったんですけど、私も。うん。ただ、今はもうアカウントはありません。<laughs> そう。まあ、あるかもしれないけど、使ってない。うん。そう。まあ、そんなわけで、あのー、 ね、えっと、YouTube も、インスタも、まあ、Facebook も、もうコメントいりませんって、できればコメントしないでくださいっていうスタ,スタンスにしてます。うん。もちろん、チャンネルの登録数が増えて、あの、えー、再生数が伸びるのは本当に嬉しいことなんだけど、まあ、その、うんと、コメントに対する恐怖を抱えながらはできないので、うん、そういうふうにしてます。でですね、うんと、 まあ、あのー、最近、最近というか、まあ、昨日から、あのー、<laughs> メイクの話ってっても、そんなに広がるような話できなかったね <laughs>。あんなに引っ張ったね。うん。まあね、まあでもね、あのー、うん、とずいぶん、あ、そうそう、m キャスが、あのー、m キャスと、えっ、ー、と、昼ビー放送局じゃなくて、えっ、ー、と、朝の、 ワあアリイエットウォーク同時に始めたときに、最初、あの、外で歩きながら録音してたら車の音がひどくてっていう中があったじゃないですか。あの時に多分ね、それをね、聞いててくれた人も、まあ、これは聞いてらんねえなと思ったと思うんですが、あの時実はこんな話をしてたんですよ。うん、これもメイクの話ですね。私ね、うんと、 まああの、3年後には YouTube でね、あの YouTube だけで生活できる状況になってるので、まあそうしたら、まあもちろんあの、3年後、16時間単位でも、まあ順調に進んで、多分、うんと66キロになってるんです。体脂肪率も、えっ、ー、と、そこそこ折って、うん、そだと思う、なってるんですけども、まあそうしたらね、やりたいことがいくつかあるんです。 うん、今は本当あのミニマルな生活してるので、あのやりたいことっていうか、まあ、16時間断食と YouTube の発信にもう本当、えっと、もう全力を。まあ資金、お金もね、時間も全力を抑えてるってところなんですけども、やりたいとこ,こと,ととして私は日本舞踊を習いたい。うん、やっぱね、日本舞踊って本当憧れ。そう。あ、綺麗だもん。 本当日本舞踊をやってるさまあ,あのえっ、うん、ともちろん、あの犯罪の方とかほんと綺麗だけどもやっぱね。あの立ち姿も綺麗だし、あの仕草も綺麗じゃないですか。あれは本当に憧れる。本当に憧れるうん。そうで、あの私はもちろん、あの女の子の踊りを覚えたいんだけど、やっぱね。あの？ もう身にあの骨格的な問題もあって本当に訓練しないと女性的な動きってできないんですよね、うん、私もねオカマバーで働いているときによくわりましたタバコの持ち方一つでも綺麗に見せる見,あの見せ方があるし、まあ、あのなんて言うんですかね女の子ってちっちゃい頃からあの可愛く見せる仕草とか可愛く見えるあの立ち振る舞いとかそういうの あの、こそこそって研究するじゃないですか。私もね、それを見てて、いや、羨ましいなと思ったけど、なんかね、あの、自分はできなかったので、そう、私はできなかったので、んとやっぱね、日本舞踊に対する憧れがあって、あの、日本舞踊は、あの、ぜひ習いたいなと思ってるんです。で、まあ、将来的にはね、あの、海外を転々としながら、写真を、いろんな、あの、街の写真を撮りたいんですけども、うん。 まあ、その中でね、やっぱ日本舞踊とか着物着て日本舞踊とか披露する機会があったら披露したいなと思ってるんですよね。うん。それにもう一つは、えっと、まだまだに夢はいっぱいあるんですけども、私ね、あの、美容系の専門学校に入りたいと思ってます。うん。入りたいって言ってて。まあね、もう、うんと、今でもさ、40代後半なので、まあ、入るとすればもう50代半ばぐらいだと思うんですけども、 それでも問題ないです。うん。なんか、あの、美、そう、美容っていうものをしっかり勉強したい。うん。あの、つけ焼き場じゃなくて、もちろんね、美容を、あの、そんな専門学校なんかに行かなくたって、学べますよ、今。うん。でも、なんだろう、その、 学校で学ぶっていうのはまたちょっとね、自分で自己流で学ぶっていうのとまたちょっと違う気がしてて、そう。そこはなんか自分の中で一線を越えて若い子と一緒に美容を学びたいなと思ってます。うん。そんな夢もあるんですよ。そう。まあね、その美容を学びたいっていう思った背景には、まあ脱毛、 に関していろいろネットで検索してる時にあのなんか私がやりたいのはただきれいになるんじゃなくて美容ってただ単にきれいになるんじゃなくて本当あの素晴らしい素敵なね素敵な自分になるにはその私が求める素晴らしい自分になるには素敵な自分になるにはそこはちょっと乗り越えたいあのしっかりあの踏,み込め踏み込みたい。 あの、ものだなぁなんて思ってるんですね。そう。そう、そのね、美容学校に行った後にまたやりたいこととかいっぱいあるんですけども。まあね、あのー、やっぱね、あの、アンチエイジングですよ。<laughs> まあ、昨日は今日の話だからなおさらそうなんだけど、やっぱりあの、ほんと、 いつまでも若くて元気で、いつまでも笑顔でいれる自分でいたいなっていうのが今ものすごく本当思う。うん。そう。いや、なんか、あの、やっぱね、あの、やるべくして、なるべくして、あの、私あの、16時間第二時期始めたんですね。うん。だからこそ今そういうふうに思えるようになってきたのかな。そう。やっぱね、あの、あの元気でいつまでもやりたいことに向かって前向きに、 チャレンジし続けられる自分になりたいし、まあ、周りも笑顔で、あの、いつもニコニコ笑ってられるような、えっ、ー、と、笑ってくれてるような、あの、うんと、自分になりたいなぁなんて思ってます。うん。そう。そういう風になるとさ、やっぱ、あの、うんと、持ってるものとかも別に高いものはいらないけど、私ブランド品とか全然興味ないから、どっちかというと、あの、安い服いっぱい持ってる方が好き、みたいな。<laughs> そうそうそう。 で、割とね、あの、広告とか全然信じてないので、あの、広告に左右されることもないし、自分で使ってみていいと思うものしか使わないから、うん。まあそうなんだけど、まあね、あの、ミニマムな生活で、そう、余計なものはなるべく持たずと言いつつ、今日はあ、あの、杉本農場の住みれ杉本さんから、まあバカでっあのあの、焼肉プレートをいただいて、そこをね、それをあの、 職場からここまで、もう担いで、やっと帰ってきたんだけど、そう。ね、昨日は土鍋をもらって、土鍋もあのホットプレートも、まあ、ぶっちゃけ、うん。じゃあ、まあ、よくね。<laughs> そう。まあ、欲しい人がいたらあげちゃってもいいんだけどな。そう。ねえ、うんまあ。だからってメルカリで売るのは、なんか、めんどくさくて。私ね、ああいう細々したの本当できないんですよ。 そう買うのはいいんだけど、あの、人にさ、あの、売るために、あの、細かいことするのは、ほんとめんどくさくて、うん。ちょっと嫌です。な <laughs> んで、まあ、もう、もしね、これ聞いて、ホットプレートを、あの、見てみたいって方がいらっしゃったら、コメントください。えっ、ー、と、写真かなんかでアップします。はい。で、それでも欲しいって人がいたら、もちろん、ただで結構です。はい。引き取っていただければ。そう。欲しいって方がいらっしゃったら、あげます。うん。 私自体は一、まあ、人で暮らしてて、まあ、ここね本当ワンルームなので、まあ、この中で焼肉したら大変なことになるしそうねえうんまあ使い道がないと <laughs> 思ってますそう、まあ、いつまでも、まあ、欲しいって人が現れなかったらまあこそっとあの ゴミに出しちゃうかもしれない <laughs> も,もちろん杉本さんにはあの人にあげちゃったって言ってね、うん、そういうふうに思ってますまあよろっとねあの、うん、と最近部屋の片付けもしなくて散らかってきたのでまた大掃除をしなきいゃいな,なと思ってるんだけどまあそれもね16時間ダイエットを始めた時は、まあ、週1回必ず大掃除しようと思ってたんですがなかなかできてない <laughs> そう そういうのも、ちょっとずつ、もう本当、あの、整理、成長しながら、いらないものは、どんどん捨てていこうと思ってます。うん。そうしないとね、まあでも、捨てるとまた新しいの買っちゃうんだけどさ、まあ、うん、そもそも買うほどのお金がなければ買うこともないし。<laughs> そう。まあ、あの、私はやっぱあの、今現在はお金は持ってない方がいい。うん。そう。お金持ってると私は、あの、 あんまり今現在は有効に使えないかな <laughs>。そう。まあそんなわけですね。あの今日の収録も30分過ぎてき,、ま、きたんですが、今日はですね、うんと、まあ本当もう、立ち姿が綺麗な、立ち姿が綺麗な私になるために、そう、ね、あの、なんとか顎を引いて胸を張って、 そう。目の下のクマを何とか解決して、しっかり体のケアをしながら、アンチエイジングをしっかり研究しこうというのを心に誓った今日でした。うん。アンチエイジングね。そう、アンチエイジングね。大事よ。大事。本当大事。だって YouTuber でも50代になっても綺麗な人はいっぱいいるじゃないですか。そう。まだ遅くない。私はまだまだ取り戻せる。と思ってます。そんなわけでですね、今日の m キャスト 今日は私のなんというか大胆なあのえっとアンチエイジングに目覚めましたっていう発表会になりましたそんなわけでまた明日マッコネイでしたバイバイ